はい、時刻は17時51分、外気温マイナス 0.1 度、タープした 3.7 度ですね。はい、どうも皆さん改めましてこんにちは。今日はですね、大木谷オートキャンプ場にですね来て新年一発目のキャンプをしているところでございます。で、この動画はですね一応後編の動画になるんですけど、前編の方でですね、はい、こちら私お手製のですねこのタルタルソースを作ったんですよね。で、今日はですね、まあ、これからあの夜の宴に入っていって晩ご飯作っていこうと思うんですけど、このタルタルソースをですね最も美味しく食べるためのメニューをですね作っていきたいなと思います。で、タルタルソースをですね、まあ、美味しく食べるための食べ物っていうと、まあ、ざっと考えたところエビフライだったりとかチキン南蛮とかね、基本的にそういう揚げ物になると思うんですけど、今回もですねちょっと揚げ物で勝負しようと思います。ただね、揚げるものっていうのがやっぱりね、今日来てる場所が広島県っていうのと、冬っていう季節を考えて、私がですねこのタルタルソースを最も美味しく食べれると思うメニュー、今の時期ならやっぱりこれですよね。はい、今日はですねこの金重水産っていうところの生牡蠣、まああの加熱用なんですけど、これをですね買ってきました。なんで今日はですねこのね生牡蠣を使いまして、ここでですね牡蠣フライを作りたいなと思います。まあそういうわけでですね、早速この牡蠣をですね洗って牡蠣フライをね作っていきたいと思います。さあ、まずはねこいつを袋から出すところから勝負ですね。調子悪いなやっぱりこの牡蠣って思うんですけど、なんでさこんなパンパンにいつも入れるんですかね。もうちょっとさ余裕持たし取ってくれたら楽なんですけど、これがねちょっと怖いんですよね。これでちょっとスペースを空けます。スペースを空けてこれで切り込みを入れんと大変なことになるんですよね。こんだけパンパンにするっていうのはちょっとなんか意味があるのかもしれないんですけど、すごく使いにくいです。よいしょ。はい、じゃあちょっと水揚げしたらこんな感じですね。これちょっと炊事場行って洗ってきます。はい、じゃあこんな感じでね牡蠣洗ってきましたんで、これからですね、さっきまでねこの牡蠣を洗っていたタッパーを出しまして、再びこの卵と小麦粉でバター液っていう謎の液体を作ろうと思います。というわけでまずですね卵1個投入、続いて水がね大体80って言ってました。大体でいいです。水入れます。そうしたらこちらこのクッキングフラワーが大体90ぐらいなんですけど、もう完全目分量です。少ない量を狙って入れます。少なかったら後で足したらいいだけなんで、料理は足し算なんで引くことはできません。少ない方を狙って入れましょう。で、箸、今日はねちょっと正月らしくこの振袖みたいな箸を買ってきました。そういやあれですよね、成人式は18歳から集まるんですよね。ちょっとよくわかんない感じですけど、我々の時はね20歳から成人式が集まるっていう感じだったんでね、まあ難しいなとは思うんですけど、偉い人が決めたことなんで私は何も言うことはできないんでね、こういうところでキャンプをしながらうだうだ言うのが楽しみになっています。今ね、まあ、あの新成人のね皆さんに送りたい言葉があるとするならば、俺みたいにはなるなよと、ちゃんとやっぱ目的を持って、嫌なものは嫌だ、でも挑戦する心を持ってねこれから頑張っていってほしいなと思います。まあ、あの俺がね学生時代の時によく言われてたのは、本当社会に出たらねなんか荒波に飲まれるようになんかどうのこうのってなんか一丁前に変なおっさんが言ってましたけど、今思ったらね俺にそういうことを垂れてたあのおっさんはね絶対仕事できになってます。もう多分ろくなやついないですからね、そういうこと言うやつに限って。まあ、世の中そんなもんす。なんかほんとねいい年こいて二十歳そこらの子にそんなこと堂々と言って恥ずかしくねえのかなって今になったら思いますね。よいしょ。まあ、あの社会は全然荒波でも何でもないです。なんか理不尽が制圧してます。よし、じゃあこんな感じでね、バッター液っていう謎の液体完成です。多分分量は間違ってます。まあどうにかな。じゃあ続きまして、これねさっき洗ってきた牡蠣ですよ皆さん。その前にあれですよ皆さん、揚げる準備ばっかり進めてましたけど、肝心のね油を全然準備しなかった。 OK、 ミドルレンジにセット完了。じゃあこのトレック1400の中にこれですね、ハローズセレクションのキャノーラ油。油がねなんかどん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 値上げされてますけど、このハローズセレクションはねまだ200円台だったんで結構良心的です。さすが激安の電動ハローズっていう感じですけどね、あんまり入れすぎない方がいいですよね。極力油を使いたくないんで、あんまり出さないようにしましょうね。はい、よいしょ。どう、こんなもんで OK でしょう。じゃあこれを火にかけます。
はい、すいません皆さん、私の集中不足のためにカメラが止まっておりました。とりあえずですね、今油を温めてる間にこちらこのクッキングフラワー、これをですねこの牡蠣にまぶしているところでございます。よかったね今気づいて、揚げた後だったらアウトだったよ。今までねこうキャンプで牡蠣をこう殻で焼いたことって何回もありますけど、牡蠣フライないんですよね。めんどくさいじゃないですか、やっぱ揚げ物ってキャンプでするのすっごいめんどくさいんですよ。ただねちょっとやっぱいつものように揚げるだけだったらね、まあ面白くないかなと思って、今日はね牡蠣フライに初挑戦してるんですけど、まあ私自身が牡蠣フライがすごい好きっていうのもあるんですけどね、こんな感じでいいかな。はい、 OK です。じゃあこれね、このバッター液、これにドボンと入れまして、よいしょ、こっちに揚げます。揚げて、こちらです、ローストパン粉、これを揚げます。パン粉なんか鯉の餌作るとき以外使ったことないですからね、初めてかもしれないな俺フライ作るの。もしかしたら唐揚げとか天ぷらはね今までやったことありますけど、フライは多分初めてかもしれないですね。あ、でもあれしたか、昔ビーフトンカツみたいなのしたな、で血吐いてん確かね、今日は血吐きたくないな、血が赤く染まりますよ、血が赤く染まる、雪が赤く染まりますね、はあ、こんな感じかな、いい感じじゃないですか。じゃあこれね揚げていきます。さあさあ、あーいいんじゃない、いけるいける。じゃあいきます、牡蠣投入は、いい感じいい感じ、2つ目も投入。その間にこちらではですね引き上げの準備です。とりあえずまな板、まな板を置いて、これです、はい、日刊スポーツ、これ買ってきました。かっこいいね、なんかザルみたいなやつがあればいいんですけど、ちょっとなかったんで、日刊スポーツ買ってきました。でさすがにこれだけだとちょっとしんどいかなと思うんで、よいしょ、キッチンペーパーを置いて牡蠣の引き上げに向かいます。おー、ちょっと揚げすぎたかもしかしてこんな感じ、これもよいしょ、ふいふい、じゃあじゃんじゃんいきますよ、2個目、ふい、3個目。この牡蠣フライはね揚げている時に触らないのがコツらしいです。下調べ大事ですからね。じゃあ今ラストのね牡蠣を揚げてるんですけど、今のうちにね盛り付けしときましょう。やっぱあったかいうちに食べたいんでね。これね、キャベツスライス、ちなみにこれもハローズセレクションです。じゃあこれを適当に、めちゃくちゃじゃん、うわ美味しそう、すごく美味しそう、うわ美味しそう。でそうしてたら多分最後の牡蠣がねできるんですよ。はい、これラストの牡蠣ですね。ちょっと油切ります。で鍋を下ろします。下ろして今のうちにですね、こちらです、はい、いつもの油しっかり固めるってやつですね、これを熱いうちに、はい、ぶっ込むと、よいしょ、で混ぜ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 して、この油は固まるの待ちます。よくねこうキッチンペーパーとかの油吸わせるやつ、あれに吸わせてこう焚き火にぶっ込むやついるんですけど、あれ危ないんで絶対やめてくださいね、本当大火事になる可能性があるんで。よいしょ、で箸がなくなりましたんで振り袖もう一個出します。じゃあぼちぼちいいんじゃないですか、これも、わあすごいねこれ、大盛り牡蠣フライ弁当みたいになりましたけど、わ美味しそうよ、俺にしてはかなり上出来。メインのタルタルソースです。これサブですからね、こっちがメインです。よいしょ、まあそうっすね、多分ちょっと置いとったんで熟成してると思います。ちょっとがっつりかけましょうかね、やっぱタルタルソースメインなんで一つに対してこのぐらいはいきたいですよねうわなんかチキン南蛮みたいになった。牡蠣フライのタルタルソースってここら辺にポイってなんか持ってるイメージありますけど、ちょっとやっぱ今日はねそういうわけにはいかんのんで、このぐらいの感じでいきましょうか。よし、さあ実食です。じゃあその前に開けときましょう。本日3本目はですね、小江戸ビールの緑です。じゃあ一口飲もうか。あーうまい。こっちの方がなんかなんていうのかな、クラフトビール感が強いというか、結構苦味がしっかりある感じですね。じゃあ真ん中からいきましょうかね。どれ食っても多分一緒だと思うんですけど、とんかつとかと同じ理論で真ん中を取っていただきます。うん、うん、めっちゃうまい、完璧ですね。
加熱用の牡蠣だったんでしっかり中まで火を入れたんですけど、もう外はカリカリ、中はジュジュワです。完璧ですね。やっぱ俺ちょっと料理のセンスはありますね。めちゃめちゃうまい。で今日はね、まあタルタルソースかけたらなんか残念な感じになりましたけど、やっぱこのキャベツを置いたんで美的センス的にもね結構良かったかなって思ってますね。まあほんとね、当たるのだけは怖いですからね。キャンプに来て牡蠣で当たったら多分えぐいと思うんで、ちょっと灰が入るな。灰が入るだってなんかG7 でしたっけ、今年あるんですよ広島で。世界の偉い人たちが集まってお話しするなんかがあるんですけど、それの時にバイデンの SP の人が広島の柿いかだをどかせみたいなことを言ってたですけど、あれ結局どうなったんですかね。どかすことになったんですかね。うまいね。なんかアメリカ人って牡蠣を食べる習慣があるのかどうかわかんないですけど、ぜひね食べたことないんだと食べさせてあげたいですね、俺が作った牡蠣フライを。ああうまっ。まあそういうわけでね、私の方はちょっとこの牡蠣フライね、冷める前に、ごめんなさい間違えました、タルタルソースこれがですね冷える前に食べようと思いますんで、皆さんあとは食後にお会いしましょう。それでは後ほど。うまっ。うまい。はい、時刻は20時23分、外気温はマイナス0.3度、タープ下 4.0 度です。はい、じゃあね、まあ、さっきまで食べてたカキフライ、いや違う、タルタルソース、あれも全部食べ終わったんで少しねゆっくりしておりました。でまあそうこうしてたら、はい、こんな感じで油もカチカチに固まりましたんで、これはね、まあ、中取り除いて、ここのキャンプ場ねお湯が出るんで洗い物はねしっかりして帰ろうかなと思います。というわけでちょっとこれこっちにね、下げときます。でさっきのねタルタルソースが終わったんで、一応ね今日の予定としてはもう全工程終了という、まあそういう感じでございます。なんでね、まあ、これからの時間はゆっくり焚き火を見ながらお酒を飲んでいこうかなっていう、まあ、そういう時間でございます。そういうわけで今日飲むお酒はこちらです。はい、秘伝吟醸純米酒無料化生原酒って言うんですかね、幻の酒。いやー名前がいいですね。素晴らしいネーミングセンスだと思います。ちなみにねこちらのお酒なんですけど、以前やったおにぎりキャンプっていうイベントに来てくださった視聴者さんにいただいたものですね。ありがとうございます。なんで今日はね、まあ、日本酒なんですけど、これをねちょっとちびちび焚き火見ながらね飲んでいこうかなと思います。さあとりゃしゃあ取れた。よいしょ、幻の酒ですね。はい、オープン。とりあえずちょっとこのままねいただきます。じゃあ幻の酒です。乾杯。あーすごい、なんかすっきりしてるんですかね、なんかめちゃくちゃ飲みやすい感じですけど、まあ俺はねすごくすっきりしてるような、なんかそういう感じに思いました。うん、うまい。でね、生原酒なんでこれもしかしたら温めちゃいけないかもしれないんですけど、まあ、なんだかんだね今外気温がマイナス0.7度で、タープ下で 3.5 度なんで、思ったほどは冷え込まないんですけど、まあ、寒いことに越したことはないんで、ちょっとだけね温めて飲んでみようかなと思います。でこの中にもたーっと入れまして、これね今お湯を沸かしてますんで、あの夜間の中にセットします。はい、オープン。でこれね幻の酒です。これをセット。まあせっかくねこう日本酒飲んでますんで、つまみも出そうかなと思うんですけど、つまみっていうつまみがこれです。最初の方に作ったポップコーン、これぐらいしかないんですよね。さっきのタルタルソースも全部食べちゃいました。日本酒とポップコーンってちょっとどうなのかなと思うんですけど、まあこれねちょっとつまみながら、まあ冷えてますけどポップコーンは冷えても美味しいんで、つまみながらね今週行こうと思います。はあうまい。まあなんか本当はねこう正月キャンプらしくサキイカとかねこう炙って日本酒で飲むとねすごく雰囲気出ていいんだろうなと思うんですけど、家にサキイカがあるのは見つけたんですよ。ただねちょっと持ってくるの忘れましたんで、ポップコーンでね日本酒いただこうと思います。うまいね。まあその辺は本当臨機応変というか、あまり気にしないのが楽しいですよね。でまあちょっとその話はね置いときまして、このね日本酒を今缶してる間に一つね皆さんニューアイテムのご紹介があります。これね何かと言いますと、ランタンです。私はランタンをね新しいの一つ買いました。これがねどういうタイプかと言いますと、一応ね LED というか、まあ、電池式のランタンなんですけど、それがですねこちらでございます。はい、ベアボーンズですね
100均で買いました。まあ、100均って言っても500円したんですけど、これをねちょっと買いました。で電池もね中の100均の電池入れてます。なんか100均メーカーが出してる電池はあんまり良くないんですけど、こう三菱とかが出してて100円ショップで売ってる電池はね、まあそれなりに長持ちするっていう、まあ噂なのか都市伝説なんか分かんないですけど、それを聞いたことがあるんで、一応ね三菱の100均で売ってる電池を中に入れてます。で一応ね家で点灯してみたんですけど、こんな感じでなんか安っぽいこう LED の光と、一回切ってもう一回やるとこんな感じで安っぽいね揺らめきの炎の明かりがつきます。なんでね今日はせっかく買ったんで、ここにおいてちょっと雰囲気味わおうかなと思います。ちょっとせっかくなんでね、ベーパーラックス消してみましょうか。はい、じゃあ圧抜きます。真っ暗です。まあ真っ暗って言っても今のカメラのライトがついてるんで真っ暗ではないんですけど、ここでオン。やっぱこれはちょっと雰囲気伝すわね。なんで一回切ってこっちやね。まあ、どのくらい持つんですかね電池が。連続点灯でどのくらいいけるのか分かんないですけど、これでねちょっとやっていこうかなと思います。画面越しで見ると結構雰囲気ありますね。じゃあぼちぼち缶もできたでしょ。おいや、よいしゃー。この湯気がいいですよね、毎回言いますけど。じゃあ熱燗タイムです。わー、じゃあいただきます。あーうまい、あったまるわ。やっぱ冬のキャンプはこれですよ。美味しいですけどね、全然温めても。あ、これうまいわ。すごくね、なんかほんとやっぱあっさりしてるというか、ほんとになんか飲み口がすごいスッキリしてるんで、日本酒素人の私からしてもすごく美味しく飲めますね。幻の酒、ありがとうございます。今日はねちょっとこれを飲みながら、まあこの焚き火の火とランタンのね人工的な揺らめきを見ながらポップコーンでも食べてね、夜の時間ゆっくり過ごそうかなと思います。そういうわけで皆さん、続きはね明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。現在時刻は7時12分、外気温-1.4度、ダープした-1.5度ですね。こんな感じでちょっと前からね雪が降り出したんですけど、今回ねなんか別に寒くはなかったんですけど、あんまり寝つけなかったですね。そういうわけでこれからですねこいつを鏡開きしようと思いますんで、早速焚き火に火をつけて動き出したいなと思います。よいしょ、水はどうなっとんじゃろ。あ、意外と凍ってないですね。やっぱ気温がそんな低くなかったんで。じゃあ火がつきましたんでお湯沸かしましょう。これ昨日の残り湯なんですけど、まあまあなんとかなるでしょう。で、問題はこれですよ。鏡餅ですね。今年はうさぎ年です。前はこれの牛バージョンを持ってましたけどね。去年はこのエトシリーズじゃなくって招き猫のやつやったのかな。なんかそんな気がします。はい。さあさあさあ。あ、取れた。これね、うさぎちゃんです。ここにちょっと置いときましょうか。よいしょ。はい、オッケー。でこのままだったらねさすがに焼けないんで、これ半分に切ります。これがねめっちゃ硬いんですよね。うわ怖い、手切りそう、マジで。よいしょ、ういオッケー。で、まあ、こっちの餅を食べることにして、これはね持って帰ります。こうジップロックに入れましてと、こんな感じでテイクダウンです。やっぱジップロック便利ですよね。キャンプ道具三種の神器の一つだと思います。で肝心のねこのお餅なんですけど、これ何で食べるかっていうと、まあ焼いて食べるんですけど、ただ普通に焼いて食べるだけじゃなくってぜんざいにします。はい、まあ、ただねぜんざいって言っても一からね小豆を煮込んでするのはちょっとめんどくさいなと思いましたんで、こちらです。このフリーズドライ式のおしるこ、これを買ってきたんで、このお湯が沸いたらね、まあ、コーヒー飲みながらこのお餅を焼いてね、ぜんざい作っていきたいなと思います。で
これですね、焼き網27センチ、こう BBQ 餅焼きにって書いてたんで、これ買ってみたんですけど、この餅1個焼くためだけにこれなんで、ちょっとねやりすぎかなと思うんですけど、他にねちょっといいのが見当たらなかったんで、今日はちょっとこんな感じで完全にオーバースペックだと思ってこれ使います。さあ餅を持ってこい。加減がちょっとわかんないですけど、ぼちぼちいい頃合いですかね。今までこの焚き火でねうまく焼けた試しがないんですよ。こう焚き火でやるっていうのもまあもちろんあると思うんですけど、家とかだったらねやっぱ電子レンジとかオーブントースターで慣れてますんで、餅をね焼くっていう経験がそんなにないんですよ。なんでねいまいちちょっとこの焼き加減がわかんなくってこう失敗するんですけど、まあまあもう今日はねいい感じな気がするわ、これくらいで。じゃあスノーピークのシェラカップ出しまして、これはちょっとこの辺に置いときましょうか。で再びちょっと冷めた気がするんで、お湯をもう一回温め直します。でお汁粉が何本だ、よいしょ、 100ml 注いでくださいって書いてますね。お汁粉をで同時進行でコーヒーの準備もします。今日はですねこちらです、福井ブレンドサウルスマイルドってやつですね。これいただきます。オープン。じゃあまずは福井ブレンドのコーヒーからいただきます。うまい。しばらくね最近これずっと飲んでたんですけど、すごく美味しいですね。じゃあちょっと振り袖を抜きまして、とぜんざいを溶かすと、ぜんざいとお汁粉の違いがねいまいちよく分かってないですよね。餅が入ったらぜんざいになるんですかね。はい、じゃあ完成品はこんな感じです。このぜんざいを飲み終わったら私の正月は終わります。まあ正月って言ってもほとんど寝込んでて何もしてないんですけどねとりあえずちょっといただきます。うまい。いい感じにねこの餅の焦げたところが入って、すごい香ばしくて美味しいですね。じゃあ餅です。うん、今回はバッチリですね。素晴らしい出来です。よし。ちなみにこれもね意外とあの電池持ってくれましたね。まだ若干つきます。まあ、次使うことがあるかどうかはもうわかんないですけどね、あの家になんか停電になった時用とかに置いてるだけかもしれないです。よいしょ。まあ、あのそういうわけでね、また雪がしっかり降ってきたんですけど、私の方はねこのコーヒーとぜんざい、これ飲み終わったらまあぼちぼち帰っていこうと思うんですけど、まあ今年一発目のキャンプっていうことでまとめるならば、天候にも恵まれてねすごくいい雪中キャンプできたかなってあの思っております。まあ雪のシーズンはねこれから始まったばっかりなんで、いろんなところに出かけて雪中キャンプもですし、普通の冬キャンプもねいろいろやっていきたいなと思います。はい、じゃあこれねパパッと食べたらもう片付けようと思いますんで、皆さんあとは撤収後にお会いしましょう。それでは後ほど。時刻は10時45分、外気温はマイナス1度ですね。こんな感じで撤収完了です。じゃあ自分の方はねこれからぼちぼち帰っていこうと思うんですけど、雪がね朝だけで止むのかなと思ってたんですけど、それからもね結構降り続いてるんですよ。なんでね今日土曜日でいっぱいお客さん来ると思うんですけど、今日来る方はですね結構面白い雪中キャンプできるんじゃないかなって勝手に思っております。はい、そういうわけでね、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あといろいろやってますので概要欄のチェックもよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。